さん、こんにちは。赤いテトデンの引退からも、8ヶ月が経ちましたね。時代の流れは早いものです。さてさて、今回の鉄道車両の最後シリーズについてですが、2014年3月時点での名鉄テトデンに所属している車両を紹介していこうと思います。前回の予告で紹介したのですが、今回もまた、前編、中編、後編の3回に分けてお送りしようと思います。今回の前編で紹介する車両は、6000系6035編成、そして4000系4001編成から4006編成を紹介していこうと思います。中編では、4000系4007編成から4013編成を、後編では、4000系4014編成から4017編成、それぞれにて紹介していこうと思います。それでは、本編をどうぞ。6035編成、皆さんもお分かりの通り、赤電のさよなら運転として運転された車両です。3月1日よりさよならヘッドマークを掲示し始めたのですが、個人的に6031編成と比べてデザインは微妙です。6750系6753編成を置き換えた車両だ。瀬戸線で最初の銀線ですから、当時は相当目立っていたことでしょう。しかし今では登場から約6、7年が経っており、扉付近を中心に黄ばんでおり、当時の輝きはあまりありません。実はこの4001編成、浮き主が瀬戸線で最初に乗った車両です。2009年に製造され、6755編成を置き換えた車両だ。この時点で4000系が2編成ですから、4000
線形同士が並んだらラッキーですよね。かっこ星。3編成、2009年に6754編成を置き換えた車両だ。4004編成、2009年に6757編成を置き換えた車両。この編成が登場した結果、6750系は1次車、2次車ともに残り1編成ずつ残すのみになった。まもなく
ちょい線までお下がりください。栄町行き普通です。4005編成、2011年に6756編成を置き換えた車両。この編成の登場により6750系に自社が全て引退した。4006編成、2011年に登場し、6751+6752編成を置き換えた。この編成の登場により、6750系一次車が置き換えられ、6750系が形式消滅した。皆様、ご視聴ありがとうございました。前回に引き続き、さよなら運転の動画を募集します。募集方法は、下の URL から投稿できますので、ぜひ、投稿をお願いします。皆さんの応募をお待ちしています。次回は4007編成から4013編成を紹介します。それでは、次回の時までさようなら。お待たせいたしました。ご予約なしでございます。19、高山町です。では、